今日は世界で何食べよう。どうもショウゴです。ワイナリーに宿泊した北マケドニアで赤ワイン、白ワイン、その他諸々を食す。旅の資金残り467万円。北マケドニアの首都スコピエからバスでポポワクラワイナリーへ移動してきました。どうもショウゴです。ヨーロッパといえばそうワイン。今からワイン工場に向かっていきたいと思います。このポポワクラワイナリーってところに行ってくるんだけど、このスコピエからだいたいバスで2時間ぐらいのところに行ってくると思います。まあ、そんな中で北マケドニアってそんなにワインのイメージないかもしれないけど、実は古代ギリシャ時代から7000年の歴史があるというかなり有名なワイン製造の国となっております。それでは行ってこようと思います。ディメルカピア。あ、いや、ディメルカピア。よし、オッケー。ディメルカピア。いや、ディメルカピア。ディメルカピア。オッケー、飲んじゃって、飲んじゃって。 Thank you。 はい、よし、ディメルカピア、行き、乗れたぞ。この右側のおじさんにビールをもらいました。So, tomorrow I'll go off-lido. Off-lido. Where you come now? After we take one photo together, if you want. Oh, of course. One photo together then.やっぱラガービールってだけあって苦味結構強いわ。にしてもバスの流れ変わったな。この人マジでおしゃべり。ポポワクラワイナリーの最寄りのバス停まで到着。こっから1キロぐらい歩いていきます。だいぶのどかなところだな。この庭とかにも多分ワインの木とかが植えられてるんで、自家製ワインも作ってんじゃないかな、それぞれの家で。道を歩いてたらびっくり、電柱の上になんか見たことない鳥いんだけど、ペリカン？看板に見えてまいりました。800メートル先にポポバクラワイナリーって書いてあります。いや、結構山登ったけどポポバクラワイナリー到着。こんな偏僻な場所にも関わらずお客さんで賑わっております。まだ部屋がチェックインできなかったのでお昼ご飯を食べていきます。レッドワインとホワイトワインも100ということは270円ぐらい飲めるみたい。今頼んだチキンが350マケドニアなんで1000円しないぐらいです。はい、乾杯。昼からワイン。おお、結構渋いわ。でも飲みやすい。めっちゃ飲みやすい。正直全然ビールばっか飲んだけどワインもうまいね。チーズチキンうまそう。サラダにもチキンが乗ってる。ごつ。ではいただきます。うん、まっ。うん、まっ。柔らかいんだけど。美味しい。鶏肉はこんなボリュームなのにめちゃくちゃ肉は柔らかい。そして若干やっぱ濃いめに作ってあるからワインと合う。酒が進む。うん。ハワイチーズ美味しい。うん、ごちそうさまです。今12時なんだけどチェックインできるよって言われたんでチェックイン宿してきます。もう目の前はワイン畑。重厚感あふれる廊下を渡った先に今回のお部屋は312。お部屋はエアコンも先につけてくれてるのね。めっちゃ涼しい。重厚感のあるワンルーム。バスルームも全く匂いは問題なし。シャワーもくくられてるのでトイレまで水が到達しないパターン。バルコニー付きの部屋もあったけど今回は最安値で予約したためバルコニーはなし。今ブドウ畑歩いてんだけどちょっと暑いということでドローンちょっと飛ばしてこようかな。どこまでも続くブドウ畑。よーく見るとこことかにブドウの実がなってるんでこれとかがワインになるんだろうな。バルコニー付きの部屋もあります。それでは行ってらっしゃい。
いい時間になったので夜ご飯を食べていきたいと思います。あ、結構子供連れ多いね。Thank you。 一本目は白ワインを注文。乾杯。あ、すっきりしてる。飲みやすい。なんか風味あるよね。うん、美味しい。トマトとチーズのカプレーゼ。入れなかったのかな。かなり分厚い。こんな感じです。いただきます。チーズはモッツァレラかと思ったけど、結構固めのしっかり味がついたチーズだった。赤ワインも注文。Thank you。プロクペックっていう赤ワイン。いただきます。おお、独特。なんか燻製のような匂いがする。おお、面白い、美味しい。後味はかなりすっきりしていて、全体的にここで出てくるワインは全部飲みやすい。ポークリブ。久しぶりの魚。サーモンかな。いただきます。絶対美味しい。うまい。リブロースもこんだけ分厚いのにトロットロの焼き具合、こりゃとろける、うまい。これサーモンだね、マジで。うまそう。うん、サーモン久しぶり、うまっ。うまっ。魚はサーモンなんだけど肉厚でシンプルにうまい。ここ料理マジでうまいね。だってこの添えてあるさ、ズッキーニとかもめちゃくちゃうまいよ。甘いね。おいしい。笑みがこぼれちゃう。めっちゃ強いよ。かおちゃんもめっちゃ強かったね。強かったね。でもこれ多分赤ワイン飲みきれないよ。白はいけるね。やっとこのぐらいある。白はもうそのこのあともこんなもん。結構ある。いやもう4分の1ぐらい。こんなもんいける。1人1杯ぐらい。1人2杯ぐらい。あ、1人1杯半。いけるいける。店内はめちゃくちゃ準備してるんだけど、多分あそこ結婚式かバースデーかやると思うんだよね。準備すごい。続々と花束とかプレゼント持ってくる人がいるから、多分なんかのお祝いだと思うんだよね。クリームパスタ到着。いただきます。濃厚。濃厚。チーズというよりミルク。あ、でも麺は緩め。濃厚すぎてビビるぐらいクリーミー。なんかもう逆に甘さが出てくるもん。だいぶお腹いっぱいになってきました。いや、白ワインはこれでラストです。いや、お腹いっぱい。いや、美味しかった。あとは赤ワインは多分これ飲んで、これまではちょっときついな、ちょっとこんぐらい残ってるんで赤ワイン飲みきらないかもしれないです。持ち帰りもできるみたいなので持ち帰ろうかなと思ってます。ごちそうさまです。結局赤ワインは全部飲みきれなかったので、これ持ち帰りにします。今度飲もうと思います。ということで、おやすみなさい。おはようございます。やっぱ朝は結構涼しくて超快適です。やっぱぶどう畑の横を通るってめちゃくちゃ気持ちいい。あ、眩しい。今日の予定としては、まず朝ごはんはここのホテルに着いてたんで食べた後にオフリドっていう湖の方まで向かっていきたいと思います。まだ6時半ということで特等席が空いていそうなので、特等席で作業していこうかな。Good morning. We from I from Japan. 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 Yeah. Yes. Macedonia. Macedonia. Ah, Macedonia. 朝ごはんは無料。いただきます。ごちそうさまでした。いや、
大自然。今からワイナリーツアーに行ってきます。おお、おお、すごい。めっちゃ響く声が。ホワイトワインの製造所らしいです。いろいろなオークから作られていて、これはフランスの木、こっちはアメリカ製。I make YouTube. So we travel all over the world. So I make YouTube. How many subscribers? Only 3,000 people. 3,000? Yes. Great. 今からチェックアウトをしてオフリノの方に向かっていくんだけど、今日日曜ということで、なんかバスの本数も少ないから3個バス乗り継いでいきます。いや大変だわ。多分9時半にオフリノに着く予定です。では行ってきます。暑い。バスが全然来ない。今ここで休憩っていうかバス待ってたんだけど、多分来た気がするわ。バス、遠くにバスが見えた。多分これじゃね。直接スコピエには行けなかったので、ネゴティネという途中の駅までこのマイクロバスで向かいます。センスはやっぱ夏にはうまい。来たかもしんない。いやマジでうぜ。1時間遅延じゃねえか。あ、拍手あった。拍手してるみんな。スコピエ、このバス1時間遅延したんだけど、多分乗客もみんなタバコ吸いたいんでね、もうやっと吸えるって感じで、バス出た瞬間からタバコ加えてました。スコピエのバス停到着。またまたバスの中が激アツだった。バルカン半島マジでエアコン弱いんだよな、効き目が。スコピエからそのオフリドまでのバスの2時間の待ち時間があるんで、ちょっとお腹減ったんでご飯食べてこようと思うんだけど、大きな声で言いたい、バルカン半島のバスエアコンの効き悪すぎ。本当に悪いよね。暑かった。2時間、もうちょっと人気そうなところでビール飲んじゃう。いや腹減った。いやーマジで疲れたね。なんであんなに暑いの。もう乗客もみんな文句言ってるのね。ちょっとおしゃれにビール。乾杯。うめぇ。脳に来る。あ、脳に来るね。脳にマジで。あ、行き帰った。やっぱ冷たい飲み物は大事だもん。大事だよ。リゾット頼んだけど思ってたのと違うな。なんだこれは。うん、うん、お米はないよね、リゾットというか。味めっちゃ濃い。うん、最初の感想通り米が入ってないんだよ、リゾットなのに。グリーンピースとトウモロコシとチキンが多め。これは何？ホワイトソースチキン。美味しい。うん、おっきい、おいしい。マッシュルームでかくてうまいね。うん、肉厚マッシュルームが特にうまい。ホワイトソースはもう味は濃いめだけど、やっぱうまいな、ホワイトソース。だいぶお腹いっぱいになってきたけど、ラスト一杯いただきます。ここから2時間かけてオフリノに行っていきたいと思います。オフリノ行きのバス到着。オフリノ到着。オフリノは湖が綺麗な街なんだけど、まだちょっと暗すぎて全く見えないんで、明日からオフリノ探索してこようと思います。おやすみなさい。